株式会社マサ工務店の安治と申します。で担当の部署は舗装部となります。基本的には、まあ、オペレーターの方でですね、施工をしております。北島と言います。オペレーターをやっています。特徴はちょっと自分たちもまあヤンマーさん長く乗ってるんですけれども、まあバランスですよね。まあハイドバンの操作性の良さとかが良くて、まあヤンマーさんに好んで乗っております。まあ基本的にはまあ仕上げ工程ですよね。まあ路盤だったり、まあ今やってる路上改良のまあ資材の仕上げ時ですね。まあ、荒仕上げとかいろいろ工程あるんですけれども、まあ、最終的に仕上げでも用いております。はい、そうですね。うちそのマサ工務店の方ではまず土木の方でですね、バックホーの方で、ICT を用いておりまして、まあ、バックホーの方は経験は長いです。はい、従来はですね、現場員さんに帳張りをかけてもらいまして、で作業員もやはり一人じゃ不可能ですので、人数を増員しまして、水糸による検測とかですね、長輩からの下がりで検測をしておりました。で今回その、まあ、トータルステーションを使った、パッドブレード機能を搭載したヤンマーさんのビオ30を使うことによって、まあ、人員の削減から、まあまあ、一番いいのは自動ということですね。とにかく便利になりまして、あとは仕上がりですね、精度の高さは便利さを痛感しております。まあそうですね、まあ高齢からもですね、まあ、ヤンマーさんに乗り続けると思いますので、ヤンマーさんの重機とともにですね、まあ、自分たちは道路関係が多いので、まあ、いい道路を、たくさん作れるようにですね、はい、頑張っていきたいと思います。Yamar.